そうそうそう、精神障害者のやつらってな、その身体障害者じゃなくても、要するに兼任じゃないけどな、どういうんや、両方な持ってなくてもな、体基本硬いからな。まあひどいケースはある種の生き物そっくりの体型に非常に近づいていってしまっている、そっちに誘導されてんの。また強く稲荷もされてるから、硬い稲荷量に入られてるわけ。じゃあそんな連中からの攻撃を防ぐために、健常者でも比較的軽度の障害者でもやってほしいことは、柔軟、屈伸、非常に柔らかい体の使い方をすること。人類のこの五体持ってる人なら、それをフルに使って、フルに使ってみたまえて言いたいけど、その運動能力の話しちゃうで、ね、運動神経の話でもない、なスポーツの競技やその結果の話じゃない、ね、とにかく屈伸運動しなさい、めちゃめちゃ体を柔らかくしておきなさい、そしてそれをいつでもできるだけの筋力腱力はいるよね、筋と腱の力ね、でしょ、それをメンテナンス、体のメンテナンス、ひったすら今も体ガチガチやろし、薬 かまされ食わされてひったガチガチ、それ表入れやの温床やの、薬で体ガチガチになってた表入れおいしいねん、それな、薬は表入れを攻撃するよ、攻撃されなかったタイプの表入れが、その薬でカバーできないタイプの表入れがおいしく取り付いてきよるからね、わかった、うち、まあ、はっきり神がかりなんか3年ぐらいで終わんねん実はな、病気とされてへん、しかも本当は神がかりは、ね、で、その3年間に強力な薬かませたら、ほら10年も20年もやらされてしまう、持たされてしまう、いやねんで、じゃあ打ち方も3年でも終わってたんです。しつこく薬飲ました人たちっていうのはどういう権力とつながって、どういう権力の命令を受けてたかな、あ、それはっきり言って証拠残ってるはずやろ、加護のクリニックも閉院したしね、その後長岡が乗り込んだ、まあ知り合いにそっちもな、じゃあどうなるかやろな、もう証拠出てんのじゃ本当は、誰がうちを殺すと命令をし続けてたか、そいつは逮捕されるで、めっちゃやばいよそいつの末路もやろ、天皇家って笑うけどな